皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキングの国内難しいからブラックスイッチ黒いスイッチとは黒猫メガネさんという方のコース遊んでみましょう。ベストタイムが44秒。あ、カーヤさん有名な方ですね。クリア率約 13%。 早速遊んでいきましょう。先日バージョンアップがあったようで、ファントムジャンプ、あれが消されてしまったということなんですけれども、僕はあんまりファントムを使ったコースは作ってなかったんで影響ないんですが、結構消されちゃってる方も多いみたいですね。で、このコースなんですけれども、どうやらここ背景が黒くなってるところに行くとドステンが作動して、よいしょ、PS位置を踏んでくれて先に進める仕掛けになっているみたいで、中間の目前でやられていくスタイル。なるほど、このドステンの作動のさせ方っていうのがこのコースのポイントになっていくんでしょうね。で、うまいことここもジャンプしていかないと積んじゃうんで、ここは気をつけていきましょう。からの、どっからでしょう？一回でもこれ逃しちゃうと多分間に合わないと思うので、ここは落ち着いて、さっき一匹残しちゃったんで、ここまで来るとようやく中間ポイント。でも結局小さく忘れてしまう。で、こっちに入ると、今度は一点変わってジャンプ系のステージになってきましたね。なるほどね、ここの上に黒いエリアがあるんだ。ピンポーンでしゃがんでスルースルー、届いた、間に合うか間に合うか、間に合ったー。このまま大きいままいけるかな。大きいままじゃないとゴールできないみたい。やっぱり大きいに越したことはないですからね、何もかもね。はい、無事にゴール。よかった、なんとか2回目のプレイでクリアできました。よかったよかった。ブラックスイッチ黒いスイッチとは黒猫メガネさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいくる。はい、それでは次はこちらのコース遊んでいきましょう。とにかくポーポーパーウのスピードラン30秒。クリスタさんという方ですね。クリア率 4.2%、 ベストクリア25秒。まあタイム的には4秒ちょっとぐらい余裕があるみたいなんで、できるだけ早めにクリアしていきたいと思います。とにかくポウポウポウということなんですけれども、今のところアッパーは投げるんじゃないのか。失敗したな。こうか、なるほど。1、2、3ガリ、あ、勝手に倒してくれるスタイル。勝手に倒してくれるところと自分でやらなきゃいけないところとの見極めを気をつけていかないといけないんだけど、今のは、なんだ、今のところは P スイッチは投げちゃいけなかったのかな。こう、どうすればいい？1回目はなんか勢いでいけちゃったんだけども、これは投げるか。で、つまらないように進んでいこうよっていうことかな。了解了解、 OK、 分かりました。3段ジャンプして、ここは自分で投げてからの次のところ、スピンでよく見ると書いてあったんで、こうか。で、ここで投げる。はい、1、2、3ガリア、できなかったけど、ほい、もう一回諦めないよ。1、2、3ガリア、間に合ったけど、あと1秒。どうあがいても無理でしょう。ここ大きいまま抜けたらもうタイム的にゴールでしょうかね。次で決めてやりましょう。よし、ほい、いい感じじゃない。ここまでタイムもそこまでロスはなく来れてると思うんで、ベストクリアタイムは無理だとしても、そこそこいいところを狙っていきたいですね。よいしょ、こうやって1、2、3ガリア、残り10秒。今回は間に合ったんじゃないかな。やばい、油断した。これは大きいままじゃなきゃ当然ダメですね。油断大敵。こうだこうだ、コーダさんすごいですね。ニンテンドースイッチだったら僕もマリオメーカーじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、名前が急に出てこなくなっちゃったぞ。マリオカート、マリオカート、マリオカート、僕も参加してみたかったんですけどね。まゲームボーイアドバンスのマリオカート以来全然やってないんで勝てるとは思えないんですけど、楽しむことに意義がある。マリオメーカーも楽しむことに意義がある。残りやっぱり5秒ぐらい余ってゴールできましたね。ありがとうございました。ニコちゃんマークかわいいですね。
とにかくポウポウパウなスピードラン30秒ありがとうございます。はい、それでは次のコース遊んでいくる。はい、こちらのコースですね、先日やらせていただいたばっかりなんですけれど、セイガーさんが私宛て作ってくださった60秒スピラン無双花オマージュ無双花、こちらのコースなんですけれども、冒頭ちょっとお話しさせていただいたファントムジャンプのコースが消されてしまった関係で、こちらもリメイクされたようです。まあ、ほとんど同じだとは思うんですけれどね、なんとも世知辛い世の中になってきたものですね。ファントムジャンプぐらいやらせてくれようとも思うんですけれども、まあ一部難しいファントムジャンプコースもありましたからね、しょうがないのか時代の流れなのか。残り45秒で、まあ2回目のチャレンジなんで、今度はというか前回も一発クリアはできたのかな。どんどんこのまま目指してやっていきたいと思います。さて、この先はここまでは変わらないんですね。ファントムジャンプがなくなっちゃっただけなんでしょうかね。さて、無事に一発クリアできるのかどうか、頑張ってここです。3ガリ、あとここも隙間が、意外とジャンプするのが怖いことは怖いんだけども、この辺でファントムジャンプしたんだったっけかな、どうだったかな。ちくわがいっぱいありましたよね、確か下の方にね。クリネシもなんともしちがらい世の中だ。お邪魔しまして、ゴール。いや、やっぱりセイガンさんのスピランコース楽しいですね。ふふー。さて、私宛に送っていただいたスピランセイガーさんのコース2回目のクリアなんですけれどね、難易度高くないので皆さんもぜひ遊んでみてください。とても面白いと思います。はい、今日の最後、またまたタックマンさんのコースで申し訳ないんですが、新しいコース投稿しているのを見つけたので早速遊んでみたいと思います。ランナー20秒スピードラン。さて、どんなコースなんだ。演奏系のスピランでしょうかね。そういうわけではなさそうかな。どういうコースなんだ。これでいいのかな。合ってるのかな。ここ本当はなんだ、走り抜けていくだけでよかったのか。ちくわも丸々もぶちかっちゃいけないとか、そのぐらいシビアなコースになってるのかな、もしかしたら。ポン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 、サンガリア。ここは走っていくだけで OK。 パウ投げられない。待って、この先どうするの。あ、そうかそうかそうか、ボム兵を運べばいいんだね。先の様子がチラッと見えてよかった、助かった。無駄死にじゃないぞマリオよ、お前の仕分けはして無駄にはしないと思う。よいしょ。もしかしたらまああと3、4機ぐらい犠牲になっていただくかもしれないけどね。犠牲になっていただいた、ありがとうございます。ほいほいほい、ここまではすんなり来られるようになったんですけどね。パウ投げの先のよいしょ、ここだ、ここです。間に合うか。これでいいのかな。おーし、間に合った、ギリギリ。あれはもうキノコを取ってもそのままの勢いで突っ込んでいかないとクリアできないと、そのぐらいの絶妙なタイム調整がされているコースでしたね。ふふー、やっぱりちくわで一回でもボヨヨーンってやっちゃうとダメだったっぽい。あー、ベストタイム届かない。ランナー20秒スピードラン、タックマンさんのコース遊ばせていただきました、ありがとうございます。それでは今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コース募集も行っています。皆さんの優しさあふれるコース募集しておりますので、どんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。